自律神経専門家近子の部屋へようこそ。今日はめまいと首こりのお話です。とめまいと首こり、めまいがある方ってこう多かれ少なかれやっぱり首とかね、あとまあ肩周りもそうなんですけど、こりがあるっていう場合が結構多くて、で、まあ、その首こりとかがめまいのもう全ての原因だっていうわけではないんですけれども、めまいが起こると首こりがするのか、首こりがするのかめまい、あ、首こりがあるからめまいがするのか、ちょっとどっちもどっちなんですけども、結構連動してる場合が多いです。はい、めまいがある方で首もすごい凝ってるっていう方、自覚があるなしは別にしてね、凝りがあるっていう方も結構多いですので、今日はその凝りの話をしようと思うんですけど、まずなんで首凝っちゃうのかなっていうと、私もねめまいひどかった時期がもうね何十年も前ですけど、はい、あるので、その時のことを思い出してもやっぱめまいがあるとね、こういつこうクラッとくるかわからないとか、歩いていてもめまいがしたらどうしようとか、やっぱりちょっと不安感ってあるので、こう無意識で首をあまり動かさない生活をしてたんだな私って思うんですよね。その時ものすごい凝りは、まあ、肩も凝ってたし首も凝ってたし凝りはひどかったんですけど、こうやっぱりめまいがある方ってなんかこういう首をこう首だけこう動かす、まあ、こうでもいいんだけど、首だけなんかこう自由自在に動かすって動きってしたくないと思うんですよ。まあこれをこの動きをしてめまいが誘発されたら嫌だとか、そういう意識があるから、私もこんな動き全然その当時はできなかったし、しようとも思わなかったし、だから何かこう呼びかけられたりとか、なんか何かで振り返るっていう時も、って首をこうやって振るんじゃなくて、なーにって体ごとこうやって向くみたいな、首はこのまま固定っていうような、そういう習慣がついてたんですよ。だからめまいがある方ってこうめまいが起きたらどうしようとか、なんかそのめまいに対する不安とかがあると、どうしてもね首が固定されちゃって凝りが助長されるっていう傾向はあります。それはある。で、首が凝るとなんで良くないのかっていうと、首凝るとこう、まあ、首ってねやっぱり動脈が走ってて、ね、この首の骨のすぐ横のところに椎骨動脈っていうのがあるんですけど、そこがこう凝りがあることによってちょっと、まあ、24時間ずっとこう圧迫されてて血流がないとかそういうことはないんだけども、ちょっとしたことで血流不足になる瞬間とかがあったりすると、余計その頭に行く血流が少なくなると余計めまいが誘発される。こう調子が悪くなっている部分ってやっぱり血流がちゃんといかないと不要なものも流れていかないし、必要な栄養素も入ってこないってなると治りが悪くなっちゃうので、血流を維持するっていうのはすごく大事なんですけど、この凝りがあるっていうことによって微妙な血流不足とかそういうものもよろしくない、本当よろしくない。血流が不足するっていうのはもういいことないので、血をがたくさんあればあるほどいいっていうわけではないんだけども、やっぱり適量っていうのはあると思うんですけど、この首こりによってここが凝る、首が凝ることによって血流はいかなくなるっていうことと、あとこの首が、まあ、固定されてたり動きが悪くなることによって、もうこっちの筋肉はこう伸ばされてるんだけどこっちの筋肉が縮まってるとか、この左右差とか前後の差とかそういうのがもう差が出てくることによっても、その脳の方の認識でなんかこう体がなんか変だぞっていうのでめまいが誘発されてしまう場合もあるので、このめまいがある方で自分はすごく首が凝っているっていう方は、この凝りほぐすっていうのはすごく大事なんだけど、首凝りがひどすぎるとこの無理にほぐすとめまいが誘発されちゃったりする場合もあるんですよ。そういう場合もあるので、こうちょっとずつね、自分が不快にならないようにちょっとずつほぐしてあげるのがいいです。で、それにはほぐすんだったらそれこそ
マッサージ屋さんとか、あとそれこそ鍼灸院、私はね鍼灸師今やってるのでね、鍼灸院でもいいんだけど、そうやってそれでほぐしてもらうっていうのもいいし、でもそういうところでこう急にほぐしすぎるとその後なんか調子が悪いのよねってなったら、もう自分でゆっくり、その普段あんまりこう首動かしてないなって思うのであれば、ちょっとずつ動かすとか、そういうことをしていかれるといいですね、はい、めまいがある方は本当首こりは和らげた方がいいので、こうほっとくとどん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 首こりもこうガチってなって悪化してっちゃう傾向がありますから、ほぐそうっていう、ほぐそうとするこう意思と、ほぐそうって言って何かをするっていうのはすごくです。ただ無理しないようにお気をつけください、はい、無理をしない程度、自分が不愉快にならない程度にコリをほぐしていくっていうのが大事です、はい、今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。